はい、本日はですね、土の時に、使ったスパイク、その後、お手入れの仕方というところでお手入れの仕方の、説明をしていきたいと思います。で、まず使ったら必ずこちらの方ですね、スパイクの方を靴ひも必ず緩めてください。ちゃんと下までしっかりと緩めましょう。で、これしていただくことでこの紐のちぎれとか穴の破れを防ぎます。で、これがなんでそうなるかっていうと、使った後必ず、自分の足から汗と熱が多分生まれていると思うんですけども、それが皮にも伝わってるんですね。合皮であれ天然皮革であれ柔らかくなります。水と熱を含ましたらある程度柔らかくはなります。で、その状態でさらに使った後ギュッて引っ張った状態で置いておくと、それはここの穴伸びますよね。で、紐も伸びますよね。そうなってくると毎日毎日使うとちぎれてしまうとかそういったことがありえますので、しっかりとまずは緩めましょう。で、開けて、終端ギュッて出せるものは出して、で、中敷き取ってください。中敷き取って、で、ちゃんと乾かして置いときましょうと。で、乾燥させた後のものが今回のこちらになりますと。で、汚れてますよねと、ちょっと細かく見えないかもしれないんですけども、こことかですね、汚れてますよね。土汚れがひどいです。で、まずこのスパイク何からしていいかっていうと、まず一番汚れがひどいであろう底の汚れから落としていきます。で、底の汚れを落とすためには金ブラシのようなこういったブラシを使ってあげて、しっかりとまずは泥汚れを落とします。もちろん濡れ布巾とかで拭い取ってくださることも可能です。しっかりと土の汚れをまずは落としてあげて、アッパーに、後でアッパー上側の汚れを落とすんですけども、上側の汚れを落とすときに下側の汚れが残ってると、下側の汚れが飛び散って上側についちゃうとか、とりあえず手入れはしづらくなってしまうので、まずあらかた下側の汚れは落としておきましょう。本当はもうちょっと綺麗に落としたいんですけど、今回はこれぐらいでしておきます。はい。で、次に上側の汚れを落としていきたいと思います。で、そこでまず必要になるのがブラシですね。豚毛でも馬の毛でもどっちでも大丈夫です。で、ブラシでしっかりと落としていきます。結構ガシガシやっちゃっても案外大丈夫は大丈夫です。で、しっかりとまずは泥の汚れをあらかた落としていきましょう。で、おそらく靴の中にも砂がまだ溜まってると思うので、靴の中も軽くしておけたらベストかなと思います。もちろんこれは乾燥させる時点で、インソール抜いた時点で綺麗にはしておくんですけども、もう一度しておきます。はい。で、面倒くさい時は人工皮革の場合これだけでも大丈夫です。ただもうちょっとやっぱ綺麗にしたいなっていうのはあると思いますので、そういった時はこういったシューズクリーナーを使います。クリームではないです、シューズクリーナーです。で、このクリーナーを適量ちょんちょんちょんと置いて、で、いらなくなった雑巾などで汚れを拭い取るように、拭き取るようにやっていきます。こういった風に
しっかりと拭い取っていきます。で、綺麗に拭い取ってあげれば、これで完成です。ちょっと分かりにくいと思いますが、綺麗に、ある程度綺麗にはなりました。はい、というわけで今回これ、人工皮革のスパイクのお手入れ方法だったわけですが、人工皮革やっぱりお手入れは楽です。これだけで十分です。なので雨の日とか土のグラウンドでよくプレーされる方は人工皮革のシューズ買ってみてもいいのではないかなというふうに思います。ご視聴ありがとうございました。